ステファノ・ドメニカリは、イタリア出身の自動車企業マネージャー。長年 F1 コンストラクター、スクーデリア、フェラーリの管理職を歴任し、同チームの代表も務めた。退任後は、フォルクスワーゲングループに移籍し、アウディア・ランボルギーニの養殖に就く。2021年より F1 グループの最高経営責任者を務める。ボローニャ大学で、経営管理学学位を取得。 卒業後、1991年に、フェラーリに就職し、会計監査部門で働き始めた。また、フェラーリのテストコースである、ムジェロサーキットのレースディレクターとしても働いた。1993年、フェラーリのモータースポーツ部門に移り、レーシングチームの管理に携わった。1995年より、人事とスポンサー担当の責任者を務めた。 1998年、スクーデリア・フェラーリのチームマネージャーに就任。2003年、同チームのスポーティングディレクターに就任。フェラーリ F1 チーム代表時代2008年1月、ジャントッドの後任として、同チームのチーム代表に就任した。しかし同年にコンストラクターズチャンピオンを獲得したのを最後に、タイトルから遠ざかるシーズンが続いた。 不審の責任を取る形で、2014年4月にチーム代表を辞任。その後、同年11月にアウディに入社。アウディでは当面は市販車部門の担当となり、モータースポーツには関わらないとしているが、アウディが F1 参戦を計画しているとの噂から、その責任者となるのではないかとの憶測も飛んでいた。同年12月には、アウディに在籍したまま、 ゲルハルト・ベルガーの後を継いで国際自動車、連盟シングルシーター委員会の委員長に就任した。シングルシーター委員長としては、前任のベルガーが打ち出した、ジュニアフォーミュラ再編構想を受け継ぎ、フォーミュラ3を国際カテゴリーの FIAF3 と地域ごとのフォーミュラリージョナルに再編するなどの動きを見せた。2016年3月15日、 アウディと同じフォルクスワーゲングループであるランボルギーニの CEO に就任。2020年11月末をもってランボルギーニ CEO を退任し、翌2021年1月1日付でフォーミュラワングループの CEO に就任。またそれに伴い FIA シングルシーター委員会の委員長も2020年12月に退任した。フェラーリ生抜きの人材として、 チーム代表に抜擢され、トッド、シューマッハ体制以降のフェラーリの舵取りを任された。フェラーリの歴代チーム代表の中では、本社の経理部門出身という、変わった経歴を持つ。トメニカリ体制では2008年に、コンストラクターズ選手権を獲得して以来、タイトルから遠ざかっている。2010年には、ドイツ GP のチームオーダー問題で批判にさらされた。また、 最終戦アブダビ GP でフェルナンドアロミソがドライバーズチャンピオンを逃した際には辞任も考えたという。ありがとうございます。